神経費考えたら何をしても勝てないのでは。うん、だから単純競争したら勝てないです。なので、日本人以外は思いつかないような仕事っていうのをやった方が利益率は高いと思います。で、やった結果、一生何の成功しない可能性もあります。でも、何の成功しなかったとしても別にベーシックインカムあるので、食うには困らんと。で、好きな仕事をし続けてれば、まあ、物を作るとかね。例えばじゃあ、その絵描き続けて、全く売れないで人生終わるパターンもあると思うんですよ。でも別に絵描くのが嫌いじゃなければ、単に絵描いて飯食って寿命が来て死にましたって話で、特に困る話じゃないじゃん。いつから BI なる世界観になったのか。BI があるとこう変わりますよっていう風に言った方が、ベーシックインカムがあった方がいいよねって話になるじゃん。好きなことやってると業界でつながりやすいし、まあそうなんだよね。BI 取り入れたフィンランドとか成功してるの、まだやって半年ぐらいなんで、結論は出てないです。ただなんか、そんなに悪くないっていう、中間報告あったんですけど、ただ、要は実施する、政府が発表してる以上、うまくいった以外に言いようがないと思うので、実態がどうなのかっていうのはちょっとわからないです。アメリカ、カリフォルニアも一部試してますね。江戸時代後期のパワー。まあね。なんだろうな。日本って僕、観光がないと多分長期的にきついと思ってるんですよ。要するに資源ないじゃないですか。レアメタルだったりとか石油だったりとか。で、人間しかないんですけど、人間ってやっぱ安い人件費でいっぱいいる中国には勝てないじゃないですか。で、観光って何が必要かっていうと、他との差なんですよ。だからイオンがありますみたいな田舎の街っていうのは誰も行こうと思わないですよ、お金を払って。でも京都とかって、世界中京都のような街はないから、例えば中東の人とかが、もう1日に2、30万ぐらいのコストをかけて来るわけですよ。チケット代とか払って、なんか高い旅館とか泊まって、いい金払って、いい美味しいご飯を食べてみたいな。で、例えばじゃあ1日10万円を落とすお客さんっていうのがいて、で、10万円稼ぐって、すげえ大変なことなんですよ。例えばじゃあ旅館に泊まって10万円稼ぎますっていう時って、旅館は10万円の何かを渡したわけじゃないじゃないですか。トレードって、例えばじゃあ石油って10万円渡したら10万円分の石油を渡して、だから10万円分の石油を渡すことによって何かを失ってるじゃないですか。でも観光って何も失ってないんですよ。なんか、京都の寺を見に来ましたで、寺を見られたとしても寺は何も減らないんですよ。でも、旅館に10万円落としていくんですよ。めちゃめちゃ美味しいんですよ。観光って利益率めっちゃ高いんですよ。いや、別にいいホテルだから人件費とかはそこそこはしますよ。でも、要は、人件費に対しての利益率が全然違うんですよ。例えば工場で物を作ったら、人件費を払って、材料費を払って、その結果で作ったものっていうのは相手に渡して対価を得るじゃないですか。でも人件費だけで材料もなくて対価として物も渡さなくていいわけですよ。だから利益率がめっちゃ高いんですよ。で、まあ観光客を連れてくるっていうのが大変だから、そこのコストを考えると結構簡単にできるものではないんですけど、だから観光の国ギリシャは何にもしなくても世界中からいつも観光客が来るんですよ。で、差をどう作るかなんですよ。まあ、パリという、フランスの都市が、フランスが今でも世界で一番観光客が多い国なのかな？なので、じゃあなんでパリに来るかっていうと、パリは300年前ぐらいの街並みがそのまま残ってるんですよ。でもそれって要するに、今から街を保存したら、300年後に同じものが作れるんですよ。まあ、その時パリは600年になってるし、まあ、京都は1300年になってるから別なんだけど、でも要は他の国にないものをそのまま維持すると、時間が経つだけで価値が増えるんですよ。
だって京都もさ、千年って言われるけどさ、ただの木造ですよ。その頃って木造の家なんて当たり前だったわけじゃん。でもそれをそのまま残し続けたから、他いなかったから価値が生まれたんですよ。なので、他の国にないものっていうのを残し続ければ残し続けるほど価値は勝手に上がってくるんですよ。だってパリはやっぱ10年だったらさ、世界中から観光客来ないじゃん。でも300年だから来るのよ。で、これがじゃあ600年になったらもっと価値が上がるわけじゃん。なので、その、同じものをずっと残し続けるっていうだけで価値が増えるのよ。で、観光でやるべきっていうのは僕はそういうところだと思ってます。はい。日本でいうとこ、世界の観光地に比べたら日本の観光客は少ない。あのね、見るものがあんまないんだよね。その、ほら、日本人に来たお客さんの声は聞こえるからさ、なんか、あの、外国人がキャバラにいて、なんかいっぱい行って、なんか喜んでるとかさ、銀座でショッピングしてるから、外国人は日本好きなんだっていうのは、日本に来てるお客さんを見たらそう思うんだけど、本当に意識しなきゃいけないのは、日本に来なかったお客さんなんだよ。なんで日本を見たいと思わなかったか。その、昔は日本って最先端のイメージあったけど、今、あの、上海とかの方が進んでるからね。別にその、最先端の街並み見たいんだったら、上海とか、サンフランシスコに行った方がいいわけですよ。サンフランシスコに行けばさ、あの、自動運転の自動車とかガンガン走ってるしさ、で、なんかその、ウーバーとかも普通に乗ってるし、その、あの、技術が進んだ街だなって感じる部分っていうのは、もうサンフランシスコとか中国とか上海とかの方が多いわけですよ。で、今の日本っていうのは昔の技術が進んでいた国の延長線でしかないのよ。昔だって香港の方が都会だった。まあね。で、カジノを作るのは正解なんじゃん。これも不正解。なぜならカジノを作ってなんで日本でやるか。あれこの話したと思うんだけど、昔はラスベガスが世界で一番カジノの売り上げが高かったんですけど、今はあのマカオが一番高いんですよ。で、なんでかっていうと、中国人のお客さんがマカオに行くから。で、マカオって中国と陸続きなんですよ。で、なんで中国人がマカオでできるカジノのためにわざわざ日本まで来るの？来る必要なくね？あの、カジノって何らかで来た人がお金を落とすためのプラスアルファのもので、カジノのために来るっていうのは、まあ、ラスベガス、マカオレベルにならないとないんですよ。だって、例えばじゃあさ、あの、札幌に、まあ行くっていう人いるんだけど、じゃあ旭川にパチンコ屋があるからってわざわざ旭川まで行くかって言って行かないじゃん。そこは旭川で旭川動物園に行くから行くわけで、で、旭川動物園に行った結果として、旭川のパチンコで遊んで帰るかもしれないよ。ので、その来たお客さんに対してプラスアルファの利益は上がるかもしれないんだけど、カジノそれ自体が客を呼ぶことはない。だからシンガポールもあのマリーナベイサンズっていうところにカジノはあるんですけど、やっぱりそれもマリーナベイサンズのために来る客は少なくて、何らかの理由でシンガポールに来た人が結果としてマリーナベイサンズっていうカジノでお金を落とすっていう、そういう構造です。ほっとくと早口になっちゃうな。ゆっくり喋る癖をつけないとね。はい。ゆっくり喋るとか、間を作りながら喋ればいいのかな。マリーナベイサンズ傾いてるんだ。カジノなら韓国でもいいか。うん。あの、ソウルにも、あれなんだっけ、セブンヒルズカジノっていうのあるんですけど、ほとんどお客さんいないですよ。だって、うん。韓国に来た人がカジノに行く必要性ないもんね。あと、外国人しか入れないんだったっけな、セブンヒルズは。あのね、You は何しに日本へって、その日本が好きな人が来て、日本って素晴らしいですって外国人が言ってて、ああ、そうなんだって思っちゃうんだけど、本来知らなきゃいけないことは日本に来なかった人たちが何を求めてるかなんだよね。だそのギリシャに行ってる人たちは何が見たくてギリシャに行ってるのか。で、そのパリに行ってる人たちは何を見たいのか。ニューヨークに行ってるお客さんは何を見たいのか。っていうところをちゃんと考えて、日本にもそれを作らなきゃいけないのよ。日本に来てる人たちが満足してるからいいじゃんって言ってても観光客は増えないんだよね。なんで日本にいるか。だからそのギリシャとかってやっぱり何もしなくても食えんだよね。あの4分の1が人口の4分の1が公務員なわけじゃないですか。だからそのほぼその
物を作ったりしなくても金が動くんですよ。なぜなら世界中からギリシャの遺跡を見に来る人たちが勝手にお金を落としてくれるから。で、それってギリシャってあって、紀元前、何年？あれ、紀元前500年とか、それぐらい？ 1000 年とか？で、そうすると、だからもう2000何百年もその観光で稼いでるわけですよ。その総額たるやっていう話で。で、別にもう、トヨタとかの稼げた総額って、大した額じゃないんですよ、それに比べると。なんでデフォルトしてしまうん？やる気がないから。デフォルトしても困らないから。周りの EU の国が助けてくれるから。あ、で、日本は助けてくれないんですよ、誰も。ギリシャって EU なので、EU が破綻したら、ドイツがお金くれるんですよ。で、EU のユーロっていう通貨を使ってるから、別にその、ものは買い続けられるんですよ。でも日本が没落したら誰も助けてくれないんですよ。その EU のような形の共同体がないから。そうすると一人没落っていう結構悲しい結果になると思うので、 IMF が助けてくれるさ。 IMF は割と社会インフラをボッコボコにして逃げていくっていうので、韓国の人たちがめっちゃ嫌がってますけど、僕はあれ正解だと思います。結局その IMF にいる人たちっていうのは官僚で、その国の社会を良くするということはできないんですよ。それができるんだったらビジネスマンとして成功してますからね。じゃあ例えばその電気会社とかそのガス会社とかを民間にしようとかやっちゃうわけですよ。で、そうすると確かに一時的には金銭的なメリットは出るんですよ。例えば日本郵政とかって上場したじゃないですか。で、上場して、上場益が入って、まあその国庫には上場益が入ってって形で、その数字としてのお金は増えるんですけど、実態として、その日本郵政が上場したとしても、日本人の生活は全く豊かになってないわけじゃないですか。っていうその数字の操作はできるんですよ、IMF に対しても。でもその国の人たちがどう便利になるか豊かになるかで、その結果どうやってその、国の豊かさを永続させるかっていうところまでをできる人たちではないので。